どうもこんばんは、 NM です。先日配信された超人 X 第2話について考察していきます。今回は第1話の冒頭で飛行機を墜落させた煙の超人チャンドラヒュームについてです。第2話でチャンドラヒュームは自身が煙の超人であると自白、爆破し落下する飛行機をエリーが自身の煙の能力で救っていたことを明らかにしました。この時私の力が移ったのかと発言していることから、現段階では確定ではないものの超人の力は伝染することが判明しています。超人 X 第1話の一番最初のページは、それは病に似ているというセリフから始まっていましたよね。それというのが超人の力だとすると、超人の力は病に似ているという意味になります。今回の第2話でチャンドラヒュームの力がエリーに伝染していたのにも納得がいきますよね。僕は第1話の時点で超人の力がどのように決定するかをコンプレックスやトラウマと考察していました。時男が注射を打ってハゲワシになったのを見るに、まだその線は捨てきれていませんが、今回エリーはチャンドラヒュームから伝染しておそらく煙の超人になったのを見るに、超人の力は移るタイプと注射器で強制的に感染させるタイプの2パターン存在するのかもしれません。ではここでチャンドラヒュームの解説をしていきましょう。煙の超人、本名はチャンドラヒューム。チャンドラはインドの月の神を意味しています。インドでは人名などにも使用されるようです。第2話の冒頭でエリーの前に現れた際、バックに満月が描かれているのもインドの月の神を名前に使用しているためでしょう。続いてヒュームの意味は粉塵という意味になります。溶接ってありますよね。バチバチって金属を溶かして接合するやつです。その時物質が加熱されて溶けた金属が空気中に舞い上がるんですよね。人体にかなり有害なんで吸い込みすぎると病気になっちゃいます。なのでヒュームは絶対に吸い込んじゃダメなんですよ。作業中は必ず専用の防塵マスクとか換気扇みたいなのを回しています。で、今回の煙の超人チャンドラヒュームの煙の能力で発生した粉塵、ヒュームですね、それを吸い込んだエリーは超人の力を患ってしまったと。さっきも言いましたけど、第1話の冒頭で病って例えられていましたよね。超人の力が病なのだとしたら、今回の煙を吸い込んだことによる感染は空気感染になります。今後また別の超人が超人の力を誰かに感染させる展開があれば、チャンドラヒュームのような空気感染以外にも接触感染や飛沫感染のように力ごとに様々な感染経路が出てくると思われます。ではまとめていきましょう。チャンドラヒュームは名前にインドの月の神チャンドラと粉塵ヒュームの意味を持った煙の超人です。彼の能力で発生した煙を吸い込んだエリーに煙の能力が伝染し、エリーは煙の超人の能力を患いました。第1話の冒頭にあるそれは病に似ているのように、超人の能力が病気なのだとしたら、チャンドラヒュームが煙の能力をエリーに空気感染させたように、今後は別の感染経路で超人の能力を伝染させる超人が出現する可能性があります。では今回の考察は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。